最も頭が切れた戦国時代の最強軍師トップ5。第5位、直江兼続。上杉景勝の右腕で上杉家と豊臣家の取り次ぎを担当し、内政面で上杉家を支えました。第4位、小早川隆景。毛利元就の三男であり、隆景は五大老の候補に上がるほどの実力者でもありました。第3位、真田昌幸。真田幸村の父親で、幼い頃から武田信玄に仕え、その兵法を学びました。第2位、竹中半兵衛。織田信長に仕えることを拒否し、秀吉に仕え、難攻不落の城稲葉山城をわずかな人数で乗っ取り成功させたエピソードが有名です。第1位の発表の前にチャンネル登録、高評価、他にも名軍師がいたらコメントで教えてください。第1位、黒田官兵衛。豊臣秀吉に恐れられるほどの天才軍師で、味方の損害を最小限とする兵糧攻めを得意としました。